長年連れ添った仲の良い老夫婦がいて、片方が先に死んだら、寂しくないように壁にうずめようと言い交わしていた。しばらくして、ばあさんが先に死んだ。じいさんは悲しみ、約束通りばあさんの死骸を壁に埋めた。すると、ことあることに壁の中から、じいさん、じいさん、とばあさんの呼ぶ声がする。じいさんはその声に、はいはい、じいさんはここにいるよ、と答えていたが、ある日、どうしても用事で出なくてはいけなくなったので、村の若い男に、留守番を頼んだ。男が留守番をしていると、壁の中からばあさんの声がする。じいさん、じいさん、男は答えた。はいはい、じいさんはここにいるよ、最初のうちは答えていた。けれどしかし、ばあさんの声は何度も何度も呼んでくる。じいさん、じいさん、やがて、男は耐えきれなくなって叫んだ。うっせえ、じいさんはいねえよ。すると、壁の中から檻の形相をした老婆が現れ、じいさんはどこだ、と叫んだ。すると突然、まばゆいばかりのスポットライトが飛び出したばあさんを映し出す。じいさんは、どこだ。ステージにばあさんの声が響く。詰めかけたオーディエンスは、ばあさんの久々のステージに期待で爆発しそうだ。今晩も伝説のリリックが聞ける。ストリート生まれ、ヒップホップ育ち、本物のラップが聞けるのだ。キャップを斜めにかむり、オーバーサイズの T シャツを着たじいさんがターンテーブルをいじりながら、メデバーさんに合図する。重たいサウンドがスピーカーから響く。ショーの始まりだ。ここで登場、わしが音量、鬼の形相、ばあさん山頂、違法な埋葬、じいさん逃走、壁からわしが呼ぶ幻聴、年季減少、医療費上昇、僕出て大変、食事の時間、冷たい世間を息抜き、パークゴルフで息抜き、どこだじいさん老人問題、そんな毎日リアルな存在。じいさんのプレイも好調だ。オーディエンスの熱狂は怖いくらいだ。まだ俺らの時代は始まったばかりだ。そんなメッセージがばあさんの口から飛び出していく。本物のヒップホップがここにあるのだ。